京王線は、千歳烏山にあるですね、お菓子の立花というところにあります、メーカー、パンセというお菓子あるの皆さんご存知でしょうか。知らない。あ、結構ね年代が分かれるんですよね。世田谷のメーカーパンセ行きたいと思います。盛り上がっていくぞ。楽しみです。ワン、ツー、ワン、ツー、エー、ワン。商店街にあるですね、お菓子の立花というところで、もう何年でしょう、50年以上作り続けているパンセというお菓子があるんですけれども、
それが途中でですね、亀屋万年堂のナボナという全く似たような商品が出てきてですね、完全にそれが駆逐されたっていう。駆逐はされてないと思うよ。一応ね、まだ残ってます。まあ、亀屋万年堂の方が圧倒的に有名になったという、お菓子です。ということでですね、主に京王線沿線の、歌を歌っております。ポルコバドでございます。よろしくお願いします。2曲目はですね、京王線は